今回買ってきたのはディズニーのズートピア、ポップマートというブランドのね、1個1100円するブラインドボックスを購入してきました。この映画自体はもう5年以上前の映画になるのかな。まあすごく大好きで、ブルーレイまで購入した作品なんですけれども、そんなわけでね、一時期はね、このズートピアグッズ、いろいろね、グッズも集めてきたんですが、まあ、ここに来て、このポップマートというね、またブランドから新しい新商品が出たということで、最近出たと思うんですけども、出たばっかりというわけではないと思います。はい。1個1000円ということもあってね、だいぶ箱も大きめ。こんな感じで。これがね、ラインナップの1個ですね。ジュディ・ホップス。他のね、ラインナップはこんな感じになっています。今回はね、2つ購入してきたんですけれども、実は1個はね、もうちょっと中身を見てしまっています。ミスター・ビッグですね。まあ、ちょっと開けてはまだないんですけれども、カードが入っていまして、まあ、これが出たということでね。まあ、ちょっとね、希望のものではなかったんですよ。まあ、これもこれでね、すごくクオリティ高くていいんですけれども、やっぱニックかジュディ、このね、どっちかが当たりたいんですよね。一つはね、買ってすぐに開けたんですけれども、ちょっとね、希望のでなかったので、もう一個購入してきました。で、読みていきます。何が出てくれるか。ニックかジュディ、来い。はい、出たのはこちら。フラッシュでした。あー、出なかったか、残念。はい、中身は結構パーツがやっぱ細かいですね。椅子に、このカウンターにモニター、あとはコップまでついています。フィギュアめっちゃでかいね。思っていた以上に大きかった。はい、ということで、今回の結果はこんな感じ。一個ずつ見ていくと、白クマはね、ごつさもしっかりと出ていて、めっちゃいい感じ。足の裏にはね、ポップマートの文字がちゃんと入っています。いいですね、これ。これ、日本で買うと1個1000円だけど、向こうで買うとどんぐらいの値段なんだろうな。はい。で、ミスター・ビッグ。スカンクだよね、この子は。いいですね。椅子もすごく丁寧に作られてますし、いい感じです。デフォルメの感じも結構好きな感じでよかった。肘掛けの部分に、ネズミかな?これは。リスかな?こんなのがついてんの、見落としてましたね。こちらの、フラッシュの方に関しては、思っていた以上に素晴らしい。机はこんな感じ。特に固定はされてないんですけど。カウンターにはネクストウィンドウ。すごく丁寧に作られてますね。で、こちらのパソコンの画面はこんな感じ。検索してますね。車のナンバーを検索してるのかな?それがちょうどここのね、なんか、この隙間にちょうど入るようになってまして、ちょっと固定できるようになってる。で、このコーヒーは、なんかおそらく、こっち側にあるはずなんだろうけど、わかりやすくするためなのかな。ラインナップの紙を見ると、こっちのね、ピンクの方に載ってますね。で、フラッシュ本体は、結構でかい。正直ミスター・ビッグのお月のクマとほぼ変わらないというか、クマよりも大きく見えますね。この体勢だからね。で、椅子。素晴らしい、なんか。すごいしっかりとした椅子ですね。一応、椅子なしでも自立はします。で、椅子はもう添えてる感じですね、結構。めっちゃいい感じ。あー、これはやっぱりもっとやってくるべきだったかな。でも1個1100円っていうのがちょっと高くって、次また見つけた時にはね、買ってきたいと思います。今回のこのポップナート、これは店舗ではなくてね、自販機で売られていまして、自販機で購入するタイプでね、タッチパネルで商品選んで決済までして、そうすると自動でこうアームが動いて下まで持ってきてくれるっていうね。あの昔パンとかの自販機があったと思うんですけど、パンとか紙パックのジュースの自販機とかって、まあ今もあると思うんですけども、面白い演出だなっていうふうに思いました。は
はい、最後にこのカードについては、この電車とここの中のやつはこれ一瞬何かなと思ったんだけど、ズートピアのね、シティでね、街のね、シルエットになってるっぽいですね。で、これは何だろう、ここのやつは。これは印刷ミスなのかな。今回はね、残念ながらニックもジュディも出ませんでしたが、またね、見つけたら購入して集めていきたいと思います。では、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。